美人OLが殺された。容疑者として浮上したのは事件直後に姿を消した地味な同僚白野美希。駅に駆け込むところを会社の人に見られてるの。友人の言葉をきっかけに取材を始めたワイドショーのディレクター。白野美希さんについて聞きたいんだけど。彼のつぶやきはたちまちネットに拡散。実名速攻ゲット。白雪石鹸の社員ってことは白雪姫殺人事件だな。白野さん、篠山係長と付き合ってたらしいの。付き合ってるわけねえだろ。恋人を取られたくらいでめった刺しにして火までつけますか。あんな事件を起こすなんて考えられない。お前はこれ以上この件に関わるな。呪い殺すぞ。これってみんな本当のこと言ってるんですかね。私は私がわからない。呪いの力がある。呪いの儀式だ。白野は黒魔女。これが白野美希という人間なのでしょうか。綿密に練られた殺人計画なんです。それ想像だよね。途中から人の記憶ってのは捏造される。鏡よ鏡、一番綺麗なのは。誰もが飲み込まれるゴシップエンターテインメント。動機は嫉妬。果たして容疑者白野美希は魔女か天使か。白雪姫殺人事件。白雪姫は